交換してくれて本当にありがとね。同じ同然愛者としてこれからも仲良くしてね。レナ、ありがとう。仲良くしてほしい。カエデって今高校2年生だよね。そうだよ。レナも同い年だよね。うん。学校にはバレてる？女の子が好きってこと。ううん。誰にも言ってない。やっぱりそうだよね。うん。やっぱりまだ偏見あるしね。そうだよね。レナも黙ってる感じ？私はお母さんにしか言ってない。そうなんだ。私、実はママにも言ってない。平気なの？苦しい時もあるけど、心配とかかけたくないし。その気持ちすごくわかる。ねえ、楓、LINE だけじゃなくて、実際に会ってくれないかな？私も会いたいと思ってた。本当？うん。電話ってできる？できるよ。楓が優しい声で安心した。じゃあ、土曜日のお昼ね。うん。レナに早く会いたい。数日後。レナ、今日はありがとう。なんか、今まで10年以上溜まってた思いが、全部解放できてよかった。自分と同じ境遇の人がこんな近くにいたんだね。私も全く同じことを思ってた。てか、私ダメかも。何が？楓が可愛すぎてやばい。好きになっちゃうよ。そんなこと言われたら私もだよ。レナ、本当に可愛い。本当？好き？好き。私も好き。付き合いたい。いいの？私で。楓がいい。私もレナがいい。やばい。好き。今すぐ会いたい。私も会いたい。けどママがいる。家抜け出せそうにない？そうだね。明日は？バイト終わりなら会えるよ。何時？16時に終わる。え、会えるじゃん。うん。門限は？22時までには帰りたい。それまで会いたい。うん、私も。暗くて、狭いところ行きたい。そこで何するの？言わない。やばい。体熱くなってきた。私も。ああ、早く会いたい。明日まで我慢できる？頑張る。我慢できたら、ご褒美あげるね。うん。翌日。時間間に合った？ママに怒られなかった？大丈夫。電車遅延したって言っといた。さすが楓。なんか、まだふわふわしてる。そんなに良かった？うん、すごく良かった。これから毎週末会えるね。え？毎週末？うん、土日は会いたいから、必ず週末は開けといてね。テスト前以外はいけるかも。テスト前も会いたい。ママに怒られる。彼女よりテストなの？そんなことないよ。じゃあ会えるよね。大好きだよ、楓。一ヶ月後。明日はどうする？カフェ巡りしてから、また二人でラブホに行く？ごめん、レナ。ママから外出止められた。え？最近遊びに行き過ぎだって釘刺されちゃった。来週テストもあるし、今月は会えないと思う。え？無理。テストでいい点取ったら、ママも許してくれると思う。だからテスト頑張って、来月カフェ巡りとかしよう。明日会いたい。ごめんね。明日は無理なの。外で会えないなら、私が楓の家に行く。それは無理だよ。なんで？恥ずかしいの？遊びを禁じられてるし、うちあんまり呼びたがらないから。ママに報告できるチャンスじゃん。私のことママに紹介してよ。そしたらきっと認めてくれるよ。ごめん、レナ。レナのことは好きだし、恥ずかしいなんて思ってない。でも今はまだ親には言えない。だから会うのは来月まで我慢しよう。もしかして、浮気してる？え？誰か他に好きな人いるの？いないよ。じゃあなんで嫌がるの？だから、遊びを禁じられてるの。他の人と遊ぶから？違うって。楓のこと信用してたのに、楓は裏切らないって思ってたのに。裏切ってなんかないよ。浮気なんかしてない。私が好きなのはレナだけだよ。じゃあ明日会いたい。それを証明してみせてよ。ごめん。お風呂入ってくるね。逃げないで。住所教えて。明日行くから。一週間後。なんで電話出ないの？やっぱり浮気してるの？違うよ。
じゃあなんで？私のこと好きなんだよね。だったら電話くらいしてよ。今テスト勉強してるの。今回点取れなかったら遊びに行くの許されないの。だから集中させて。もう無理。今から行くね。え？1時間後。レナ帰ってよ。なんで私の家来たの？そもそもなんで知ってるの？私が本気出せばこんなもんだよ。早く下に降りてきてよ。インターホンに出たママには友達って伝えたから。ね？帰って。こんなところまで来たんだよ。顔も見ずに返すの？帰って。なんで？私のこと好きなんだよね。こんなの間違ってるよ。翌日。昨日よく考えたけど、私たち距離置かない？え？何それ、別れるってこと？うん。絶対に嫌。別れたくない。だって好きだもん。私も好きだったよ。でもレナが勝手すぎる。だから今のままだとレナのことどんどん嫌いになるの。は？何それ、絶対浮気してるじゃん。だからしてないって。なんでそんなことになるの？私は別れないから、これまで通り毎週会うから、来ないなら家に行くから。お願いだから本当にやめて。じゃあ、付き合うよね。理解してよ。できない、したくない。絶対に別れない。無理。1週間後。クラスの男子に襲われた。帰りに振られて自暴自棄になって、クラスの男子について行ったら、キスされて体触られた。本当に最悪。だから男子は嫌いなの。ねえ、楓、お願い。この傷ついた心を癒せるのは楓しかいないの。だから早く、私のことを抱いて、抱いて、思い出を上書きして。翌日。私がこんな目に遭ってるのに、楓は無視するんだね。今日その男子からまた嫌なことされたよ。女だから男子には勝てないもん。押し倒されてそのまま、本当に地獄だった。楓とした時とは雲泥の差。私も反省したからさ。だから、前みたいに会いたいよ。毎週じゃなくてもいいから、ね。翌日。これも無視するんだね。わかった。もう決めた。もう私は生きてる価値ないよね。楓がいない人生なんて価値ない。今までありがとう、楓。私はもう楽になるね。さようなら、楓。大好きだったよ。数日後。楓さんでしょうか？レナの母です。レナは昨日自分の部屋で大量の薬を服用し亡くなりました。生前からレナはあなたのことが好きで、私もよくお話を聞いていました。こんなことになる前に何かしてあげたかったのですが、何もできず、情けない限りです。娘と仲良くしていただき、本当にありがとうございました。ご迷惑でなければ、娘の葬儀に参列していただきたいです。レナ、もうやめないこんなこと。楓さん、私はレナではありません。レナの母です。レナ、その作戦よく使うんだね。掲示板で話題になってるよ。レナはすぐにこの手を使うって。この手とはどういうことですか？亡くなったふりをすること。使いません。それらは嘘です。嘘ついてるのはレナだよ。本当にいい加減にして。嘘ならついていません。では仮にお母さんに問います。なぜ怒らないのですか？何がですか？自分の娘が亡くなってるとして、嘘つきなんて言ったら普通は激怒するはずですよね。でも怒らないんですよね。本当は亡くなってないんですよね。レナ本人なんですよね。怒ってますよ。でも怒りに任せてないだけです。じゃあ亡くなってなかったらどう責任取るつもりですか？責任とは何ですか？葬儀の日程を教えてください。まだ決まってません。そんなはずはありません。もう来ていただかなくて結構です。嘘だからですか？違います。その嘘を突き通すんですね。では天国にいる娘さんに今から言うことを伝えてください。私は、レナのことが本当に好きです。もし生きてるのなら、もう一度やり直したいです。翌日。楓、やっと分かってくれたね。私たちやり直せるんだね。大好きだよ、楓。すごいね、あんた。ありがとう。
皮肉の意味で言ったんだよ。え？亡くなった設定はどうしたの？昏睡状態だったんだけど、そこから何とか生き返ったの。キリストかな？とにかくママから全部聞いた。私のこと好きなんだってね。嬉しいよ。付き合わないよ。好きだなんて嘘だから。は？嘘ついたの？うん。最低だね。後頭部見てみ。特大ブーメラン刺さってるよ。うるさい。もう怒った。今から家行くから、やり直すって言ってくれるまで、私は家に帰らないから。今警察に連絡してます。警察？実際に被害が出てないから動いてくれなかったんだけど、レナが来るって言うなら、警察にパクってもらうことにするね。そんなことさせない。私と楓の邪魔なんかさせない。脳内のお花畑満開だね。私はもう容赦しないよ。じゃあね、ダイメンヘラさん。メンヘラじゃない、ただの純愛なの。愛してるの。後日談。こんばんは、カエルです。この後忠告したにもかかわらず、レナは私の家に来ました。母親にはすべて話していて、すぐに警察も駆けつけてくれました。レナは警察の厄介になってから私に近づくことはありませんでした。次警察に見つかった時は実刑になるらしいので、さすがにそれは回避したみたいです。今回のことで母親には迷惑をかけました。自分の性の対象についてもこの機会に全て打ち明けました。がっかりさせたらどうしようと心配していましたが、そんなこと全くありませんでした。泣きながら説明する私を、ただただ背中をさすりながら話を聞いて理解してくれました。まだまだ生きづらさはありますが、ちょっとでも世間の風向きが変われば、と、そう思いながら生きています。エピソード募集。ご視聴ありがとうございました。今回のお話は、Twitter の DM にてメイさんからご提供いただきました。実話の方はもっときつい内容でしたので、そこは割愛させていただきました。皆さんは同性愛についてどう思いますか？コメント欄であなたの感想を教えてください。ちなみに作者の橋本は、大の女の子好きだそうです。